地域おこし協力隊から転身して魚屋くまさん2代目、子熊となった小島です。今日はこれから朝市で仕入れをしたいと思います。おはようございます。おはようございます。今日は何かいかがですか？これしかないけどこれしかないならやっぱりこれを買うしかないでしょう。そうですか。でもやっぱりウニ動いてますね。動いてますよ。小島さんと同じですねありがとうございます、はい、今一番取れてるのがウニです。そうですね、今のは旬です。あ、はい、今日ね、トレノサトってところに売りに行くんですよ。はい、トレノサトっていうところ。トレノサトね、はい、1キロの袋で、うん、そしたら4つだけもらえます。4つ。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとお待ちください。ありがとうね。はい、またね。はい。ああ、黒頭ピクピクしてる。黒頭ピクピクしてますね。車庫も動いてるし。あ、本当ですか。じゃあ渡りガニと車庫全部ください。はい、お、カジカも、いやカジカはいらない。10本回しますか、そしたら。いや、欲しいな。じゃあ。大丈夫です。10本覗いたものを僕いただければ、はい、じゃあ10本もらえますか。はい、大丈夫、大丈夫、大丈夫です。3本に、はい、ごめんね。いや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 、今度見かけたら買ってあげてください。あ、ぜひぜひ。魚屋さん小島なので、はい、お住まいのとこまで持ってきますんで、うん、車で回ってんだよ。そう、移動販売なんで。そう、移動販売。はい、伊豆市をください。はい、とんでもないです。ハタハタ2つ酒1つで。はい、ありがとうございます。はい、すいません。はい、ありがとうございます。すいません、頑張ってるからね。朝一の人みんなで応援して、うん、頑張ります。すいません、今日後ろにテレビカメラの人がついてもいいんですか、みんな買ってっちゃって。わかりました。いや、本当みんな買いますよ。ありがとうございます。よかった、生ダコ今日何もないかと思って。ちゃんとクマさんのために取ってくんだから。ありがとうございますさん、初めてどのくらいになりましたか？はい、4月の1日から始めてるんで、ちょうど3ヶ月経って、今4ヶ月目に入ったところですね。どうですか、魚屋さん背負ってみてやっぱり楽なことばっかりじゃないですし、いい日もあれば悪い日もあるんですけれども、まあいい日の時はやっぱり喜んで、でその大変な日もそんな日もあるっていうのを朝一の母さん方がみんな言ってくれるんで、励まされてます。変わりましたか？そうですね、今までのその地域おこし協力隊の仕事は朝9時から5時までだったんですけれども、極端な言い方すると5時から9時までになっちゃったかなみたいな、そんなところはありますね。はい、ここに定住しようっていうか、これにで勝負をしようと思った理由を教えてください。はい、やっぱり、なんて言うんでしょうね、何かを売るっていう、その僕は特にこれといった特別な力とか能力とかがあるわけじゃないんですけれども、それでもこの誰か熱田の人たちが作ったものを、僕は届けることができるって思ったんですね。車があってそれを運転することができればそれを届けることはできるので、そういったことでこの熱田に対してなんて言うんでしょうね、ここでいろんな人に助けてもらった部分の恩返しとかっていうのもできると思いますし、僕自身がこのお魚屋さんの商売で、頑張ることによって、家族を養っていけるかなということがあって、これにかけようかなと思いました。はい、熱田の魅力っていうのはやっぱり取れるものが美味しいっていうのと、その取れるもの、を作ってる人たちが本当に一生懸命その取れるものに対して真面目に取り組んでいらっしゃって、で、
そういったものを本当にですねいろんな人に食べてほしいって思ってるんだっていうのをあの教えてくれまして、で、そういったもののお手伝いが僕もあの若干できればなって思ってます。ありがとうございます。頑張ります。